ハッチとシューさんもとにかくやってるようなゲームああいや俺は6年ぐらいやってなかったですよねこの10年間の6年ぐらい全くゲームしなかったですああゲームしないやついたなしないやつってあのねたいく君っていうすごいデブの子がいたあ玉井君の時ね中学の時ねで 別そんな仲良くないの俺、たまえくんと。でもなんかたまたま、あの、なんか授業で隣同士になったかなで、セで、たまくんと。で、なんか、たまえくんと、ま、あ喋ろうかなと思って喋ったことないけど。あはいはいはい。で、やっぱ、小学生の、が何から、話題振るかったら、ゲームか。 ななんんかあとはだろうアニメと漫画とかなの大体今どんなゲームしてんのみたいな、うん、たまってんのあるみたいな言ったら俺ゲ,ー俺ゲームしないっていうああああああそうなんってなった後に、にじゃあ漫画はって言ったらうち漫画もないって言ってえ何っそいつすごいもうね たまいん普段何してんだろうってマジで。何やってんですかたまいんは。でたまいんのね家ね遊びに行くことがあったんよ。えなんで。で行ったら Windows98 みたいな一個置って。たまいんたまいんこれでずっと僕はソリティアをしてますなて。何。まあな。たまい。部屋部屋にいるときは。部屋にいイックだな。たまい。 で俺はね、なんかもう、ドン引きしちゃって、小学生ながらね。ああ、玉井君に。玉井君で、なんか、そう、っていう玉井君がいて、はい。いや、それだけじゃない。よハーツのマインスイーパーもアリーナもやってたよ。だから、シュウさんもまあ、そういう感じええ、そういう感じじゃないっすわ。違うわ。だって。まあ、でも俺。でもね、でもね玉井君の5年後ぐらいに。はい そのたまくんの近くに住んでる友達が、玉井くんの家から太鼓の達人」の曲を、ああなんかめちゃいい、このぼねそうだよ。めいい。そう得た得たことがあった。たまくんなんかなんかやっと人間に子供の仲間入りをしたんだみたいななんかすごいすごい俺嬉しいな。その話、太鼓の達人にやってたんだたまくん。